辻村武史は1974年7月4日大阪府出身のロードレースライダー16歳でロードレースデビュー1991年田選手権 NB125 チャンピオン中山選手権も同クラスのチャンピオンを獲得する同年の4時間耐久辻村は及川成人とペアを組みジャハの初優勝に貢献する1992年国際 A 級へ特別昇格全日本選手権 125cc クラスを戦うこの年の西仙台の辻村は走りが鋭いこの年で引退する島とバトルを繰り広げるしかし追い上げてきたのはチームバトルの5回追いかける辻村は宮坂を飲み込んだコーナーで転倒してしまうこの時の辻村の走りは勢いがあったその勢いは最終戦で再び爆発する3列目からスタートした辻村は1コーナー思い切りぶちかますアウトから仕掛け 一気にに番手に浮上そのまま第1ヘアピンで中条のインへ飛び込みトップを奪うしかし坂田はやはり速い辻村を捉えトップに浮上する7台でのトップ争いは坂田と宮坂が抜け出す辻村は中条伊賀田との3位争いレースは坂田が優勝宮坂は2位辻村は4位でフィニッシュ翌年の GP フル参戦を手に入れる93年辻村は世界グランプリ 1> クラスに参戦第1戦オーストラリアでは9位に沈むも第2戦からは快進撃を見せる前年ポールは2回獲得数も勝利のなかった土村マレーシア日本スペインと連続で表彰台に上るそして第5戦オーストリア天才は本当にぶちかましてくれる予選も番手につけた土村永久未勝利の男が世界で躍動するシグナルブルー辻村はいいスタート 1>, 1コーナーへは4番手で侵入していく。序盤、トップは坂田、ラウディス、ジャノーラが逃げる。4番手争いを単独で抜け出し、トップ3台を追う。トップ集団に追いついた辻村は、ジャノーラをパス。3番手に浮上、ラウディス、坂田を射程圏内に捉える。ラウディス、辻村は、坂田をパス。1コーナー、辻村は、ブレーキングを遅らせる。激しい突っ込みを見せた辻村、ラウディスをかわし、トップに浮上。しかし、ラウディス、 坂田も負けてはいない。目まぐるしく順位を変えていく。迎えたファイナルラック。抜け出したのは坂田と土村。最終試験員。手前の右高速コーナー。土村が仕掛ける。土村の RS は坂田を抜き去った。追いすがる坂田。RS に全てを預けた土村。チームメイト同士の世界でのトップ争いは土村に軍配が上がった。インタビューの度に、ぶちかましたるで。と、語っていた彼の有言実行に、将来に期待を抱き、 若さに確信を持った次戦ドイツでも辻村は3位表彰台に立つしかし後半戦は調子を落としランキング3位でシーズンを終えるストーブリーグ辻村は RGV ガンマをテストする残念ながら契約には至らなかったが辻村への期待がどれだけ大きいかが分かるテストとなった1994年前年と同じくテクニカルスポーツから WGP 125cc クラスにフル参戦。第3戦。鈴鹿では、坂田、上田との大バトル。見事、辻村は勝利する。200R から 250R。坂田は辻村へと接近する。若干ラインを外した坂田の目の前で上田が点灯。視界に入ったか、辻村との差が開いてしまう。スリップの効かない距離、辻村はチャンスを逃さない。そのままチェッカー。辻村は、地元、鈴鹿で、WGT、通算2勝目を挙げる。この年。 辻村はオランダイギリスと勝利を重ねるそして第12戦アメリカも優勝これが辻村 GT 最後の勝利となる1995年つしむらはテクニカルスポーツから g t 1 5 0クラスにステップアップ RS をベースにスイングアームを両持ちに変更するなどロマンあふれるバイクで GT を戦う96年97年も テクニカルスポーツから WGT に参戦。97年の鈴鹿では、ナミールワークスを抑え、予選2位。決勝は表彰台まであと一歩、4位を獲得した。98年、辻村の GT ラストシーズン、ヤマハのチームセンプルッチへ移籍、ランキングは8位、ベストプライベーターのイルタカックを2年連続で獲得する。99年から2002年まで、 辻村はヤマハから全日本スーパーーパバイクにエントリー勝利こそなかったものの最高ランキング3位を獲得する2003年からフルステクニカルスポーツに戻った辻村2004年には ST600 で初の全日本チャンピオンを獲得2006年辻村はついにこのレースを取る伊藤慎一と組んだ鈴鹿八体だ打倒ワークスを掲げたテクニカルスポーツ その重責を背負ったのもまた辻村だった。19時30分。チェッカーを受ける。辻村は、WGP での勝利、全日本のチャンピオン、そして鈴鹿八大制覇まで成し遂げた。辻村さん、ミニ,ニバイク時代から、ずっとあなたのレースを見ていました。応援できたこと、本当に嬉しく思っています。ありがとうございました。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、お願いします。